はい、ちょっとおまけ映像なんですけど、よくジュース、こう河川敷とかってあまし自販機がないんでね、こういったね冷蔵庫、車用のね冷蔵庫で、これ AC/DC いけるんですけど、今ねこれ設定がね、マイナス20度設定してます。で今の庫内温度が、マイナス19度で動いてます。なので、今ね一応保冷剤はねもう一回、完全に溶け切ったんですけど、もうね、冷えてます。もう隅にはねもう結構なんだろう、ちょっと凍ったもの、氷みたいなのが結構付着している状態になってます。こんな感じですね。まあ、こういう風に、あると便利ということでちょっと紹介しました。はい、以上になります。